初代スライゴ公爵の肖像が1800年以降、初代スライゴ公爵ジョン・デニス・ブラウンはアイルランド王国出身の貴族、政治家。1776年から1780年まで、ウェストポート施爵の儀礼称号を使用した。第2代アルタモント伯爵、ピーター・ブラウンとエリザベス・ケリーの息子として、1756年6月11日に生まれた。 イートンカレッジで教育を受けた。1776年から1780年まで、ジェームズタウン選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務め、1779年に名誉県長官を務めた。1780年12月28日に、父が死去すると、アルタモント伯爵位を継承、1781年11月22日に、 アイルランド貴族院議員に就任した。その後、1787年にアイルランド数密院の数密顧問官に任命され、1800年8月5日に聖パトリック勲章を授与され、8月11日に正式に聖パトリック騎士団員に除任された。アイルランド王国とグレートブリテン王国の合同を強く支持したため、 合同直前の1800年12月29日にアイルランド貴族であるスライゴ公爵に除され、連合王国議会では1801年にアイルランド貴族代表議員が初めて選出された時、貴族代表議員28名のうちの1名に当選した。1806年2月20日には連合王国貴族である名誉権におけるウェストポートのモントイーグル男爵に除された。 1809年1月2日に、ピカデリーで死去、アイルランドにある家族納骨書に埋葬された。息子、ハウ・ピーターが借位を継承した。1787年5月21日、ルイーザ・キャサリン・ハウと結婚、一難を設けた。ありがとうございます。